はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、ちょっとで昨日この加納英徳ちゃんの現実的な育成具合での対人戦でのパフォーマンス見ていきましたが、まあもう武将に滅法強いキャラクターだっていうことが分かって、まあアーグスなんかも割と簡単に倒してしまうと、まあようやくこのゲームも武将防止弓将とそれぞれの役職を生かしたじゃんけんのような三つ組状態ができてきたということで、まあ個人的にはもうめちゃくちゃ面白くなってきたなと、ああいうところでテンション上がってますが、はい、そんなきっかけを作ってくれたこの影虎ちゃん誰やん。この英子ちゃん、今回は一般戦闘やボス戦のパフォーマンスはどうかっていうところを見ていきたいと思いますが、はい、ちょっと今収録してるのが、まあ、昨日の対人戦映像の収録をした後、新章交換ラインナップおすすめ動画も収録して、今3本目になるんですが、夕方ぐらいには撮れるかなと思ってたんですが、もう今もうすぐ日付またいじゃうっていうことで、ちょっと収録時間があんまり撮れそうにないなということで、ちょっと前回の加納ちゃんの対人戦映像で最後にアナウンスさせていただいた、まあ、コメントなんかで質問いただければそれに今回の動画で回答しますよというようなこと言わせていただきましたが、ちょっと一回保留にして次かその次ぐらいの動画あたりに流させてください。まだちょっとコメントも読めてないんで、はい、またじっくり読んでから回答できるものについてはピックアップして回答していきたいと思いますので、はい、今回は、まあ、時間の許す限りボス戦と、あと時間が取れれば戦役まで、はい、時間がなければボス戦だけで終わっちゃうかもしれませんね。はい、見れるとこまで見ていきたいと思います。さあ、ということで今回英徳ちゃんを使ってボス戦どこまで進むか見ていきたいと思いますが、英徳ちゃんのステータスとしては戦力1077万の攻撃力が194から322万、はい、その他のステータスはこんな感じになっていて、まあ、これでどこまでいけるか。で、ボスステージに関しては、今154ステージまで、この石飛さん応援サバでは来ていて、はい、まだ171ステージ以降のボス4名体制のところまで来れていないので、ちょっと今回申し訳ないですが、4名体制のところは映像として収録することができません。まあ、あくまで序盤から中盤にかけてのボス一体体制においてのパフォーマンスの優位性っていうのを、まあ、今回の加納ちゃんと、まあ、あとアウグスだとか、時間があればヨウセンだったり、ロハンなんかと比較していきたいなと。はい、まあ、特にアウグスは今、ちょうどガチャにもこのタイミングで並んでるんで、まあ、アーグスとこのカノーちゃんで悩んでる人が結構たくさんいると思うので、まあボス戦の差ですね、まあ、特に今回はとりあえずはアーグスとの比較まではやっていきたいなと思ってます。はい、でまあボス戦においては結構前から話してますが、アーグスはそこまでボス戦火力高いキャラクターではなく、まあ、出せて 14480% というような値になっており、まあ今回比較はしていきますが、比較するまでもなく今回の英徳ちゃんの方が圧倒的にボス戦火力が出るはずなので、まあ本当にアーグスに関しては参考程度ということで、まあ英徳ちゃんがボス戦進めていった後、アーグスに切り替えて英徳ちゃんとのボス戦ステージの突破できる差を確認する程度で、アーグスの調査はやめにしていこうかなと思ってますが、まあこういったアーグスやエビスさんといったような武将系のキャラクターであまりボス戦火力が高くないキャラクターに関しては、はい、そのこと主力をこのカシウスにしてしまうっていうような作戦が序盤中盤では有効で、カシウスラインとでも言いましょうか。はい、このラインより下にいるキャラクターたちってのは MR の中でも、まあ、カシウスを撃砕担当だけにしてそれぞれ主力を張れるようなキャラクターたちで、カシウスより上にいるようなキャラクターはそのキャラクターを主力アタッカーにするのであれば、ボス戦においてはカシウスに装備を移して、まあ、カシウスに進めてもらうっていう形を作った方が、まあ、進めやすいキャラクターたち、まあ、リョフちゃんやホウトウに関しては今この上にいますが、実際には無双だったり欲火状態なんかがあるので、はい、これ欲火や無双が切れた状態での数字になっているので、はい、実際にはカシウスより下にいるようなキャラクターになってますが、まあ、特にエビスさんやアーグスといったキャラクターなんかは武将なので、そのまま装備をカシウスに移し替えることが容易にできるので、まあ、ボス戦や戦役においてはこのカシウスラインを上回ってるかどうかっていうのが一つ独立してそのキャラクターを起用して立ち回れるかどうかの基準になっており、ここを超えてないキャラクターで武将であれば装備をカシウスに一時的に移して代用するっていう手段が残ってるので、まあ、まだ対人戦なんかが強ければ東洋ライン突破させることもありますが、まあ、リコーみたいなキャラクターの場合はちょっとカシウスに装備移すのも大変なんで、まあ、特に無課金微課金の人でレベル差マウントが取りづらいような状況にある人の最初の副将としての東洋は見送った方がいいみたいな判断で、このカシウスラインより上にいる武将以外の役職のキャラクターを登用する場合には注意が必要って感じですね。あと171ステージ以降のボスが4名体制になるところのボス2ターンキルについてですが、まあ、今回検証できないんですが、一応理論値として本当にざっくりですが、ボスの取り巻き3体を倒した後残り1体になったボスに対して出せるダメージパーセントの、まあ、予想値ですね、まあ、8回攻撃中4回攻撃が残っていたとしてクリティカルも込みで 19600% ぐらい出るかなということで、まあ、上泉信綱なんかには負けますが、王戦あたりには勝つようなダメージパーセントになっており、まあ、割とボス2ターンキルも狙っていけるんじゃないかなと今のところ踏んで見てます。まあ、これもちょっと時間が取れたらちゃんとここら辺のキャラクターとボス2ターンキルどのぐらいの差があるか比較した映像を撮りたいですが、ちょっと今回のサバでは映像を撮れないので、まあ目安程度に見てもらえればいいかなということで、まああまりこれは鵜呑みにしないでください。でもまあ概ね強いかなというような印象はありますね。はい、まあ8回攻撃なんで取り巻き3発で倒せば5発残るんで、はい、一応ちょっと控えめの4発っていうような数字にしてあるんで、もしかしたらもうちょっと高いかもしれませんね、ここは。まあ以前の検証動画では王戦が取り巻き3体を3発で倒せてる映像を撮れてたんで、まあ王戦が3発で倒せてるのなら
読者もいけるかなっていうような、はい、ところで、まあ、5発いける可能性ありますね。はい、ということで、まあ、ざっくりと数字的な差だけ見ていきましたが、実際にボス戦やっていきますか。今回の検証サバにおいては検証重視であまり効率を重視してプレイしていないので、まあ、やたら MR キャラクターたちなんかはいるんですが、バッファーなんかは小気味ぐらいしかおらず、ボス一体に対する進め方としては、まあ、ボスをめまいと凍結で足止めしている間に毒だったり、まあ、メインアタッカーで削っていくというような攻め方で、まあ、一応当該だとか源の広政ちゃんなんかもここら辺にいて、まあ、カシウスの代わりになるようなキャラクターだったり、まあ、ボス突破めちゃくちゃ得意なキャラクターもいるんですが、今回はあくまで序盤中盤の現実的な突破の仕方ということで、まあ、そういったキャラクターに頼らず、なるべくカノーちゃんだったりアウグスの子の力で、まあ、現実的にお供しそうな副将たちと合わせて戦った場合にどこまでいけるかっていうところに注目してやっていきたいと思います。さあ、ということでどこまでいけるかっていうか本当に進むのか、はい、やれるとこまでやっていきましょう。はい、ということで挑戦、さあ早速始まります。止まって奮起にしちゃってましたね。あれ勝つんかい。はい、ちょっとすいません、めまいループになってなかったんで直そうと思ったら突破しましたね。普通に一応めまいループにするために螺旋山変えておいて、はい、ちょっとどんな風に勝ったかだけ見ておきますか。いや、ちょっとめまいループ必要なかったですね。まあ多分エイトクちゃんのスキルになんかがだいぶ火吹いたんじゃないかなって感じですが、あ、もう2ターン目でミスりまくってますが半分ぐらいまで削ってますもんね。いや強い、もうエイトクちゃんだけいればいいっていうような感じですかね、これは。はい、5ターン目、まあこの箱を自分でつけられるっていうのがでかいですよね。あと罪悪十字も地味に、まあ、エイトクちゃんの最大攻撃力の10倍でダメージ制限されちゃいますが、まあ、要は 1000% のダメージが毎回上乗せされて 8000% のダメージなんかをスキル2では上乗せできてるわけですからね。まあ、後半になるとボスの HP50 倍以下になると十字つけられなくなっちゃうんで火力落ちますが、はい、それでも13ターン目14ターン目と罪悪箱をつけて殴って落としていくと、はい、ミス出まくってますがだいぶ余裕ありますね。やっぱ強いな。はい、もうガンガンいきましょう。まあ、今レベル差26ぐらいなんですが、レベル差どこまで開いちゃうのか。いや、まだいけますね。158ステージ、これバッファー全然まだ集めてませんからね。いや、それでこの突破力はやばい。進むな。いや、進むな。はい、ということで、あれからさらに進んでいって162のボスまで倒して163ステージまで来ました。ちょっとどういう風に勝ったかだけ見ていきますか。はい、スキル1、やっぱりミス出ますね。さあ、スキル2どのぐらい出るか。いや、ミスりまくってんな。いや、これ多分当たってればもっと楽なんでしょうね。なんでスキップ永遠に繰り返していけば、おそらく今2ターン目でもう6割ぐらいまで削れてるんで、当たるか当たらないかっていうだけで、スキップで当たる回にうまく当たればまだまだ163、164と進めていけそうな感じ。はい、6ターン目で、はい、すでにもうこれだけミスって、はい、半分以下にしてるんで、まあ当たればもう終わってますね。まあ、攻撃回数が多いんで前段命中っていうのはスキップしまくっても難しいかもしれませんが、まあ、それでも火力のポテンシャルとしては理論上は永遠に連打していけばここら辺付近もまだまだ余裕で突破できるということで、ちょっと今回時間ないですが、おそらくアーグスもここら辺でも抜けなくなってると思うので、ここら辺で一回ストップして、戦役の立ち回りの方どうなってるか見に行きますか。はい、にしてもまあ強いですね。当たればめちゃくちゃ強い。はい、19ターン20ターン目フンの強力入っちゃいましたが、まあ、1回は復活でなんとかしのいで、はい、22ターン目に撃破と、まあ、今レベル差30ぐらいですが、これバッファー揃ってきたらそれこそレベル差40とかそれ以上いきますね、余裕で。いや、ちょっとここまで強いと別サバでも登用したくなっちゃいますね。このバッファーの少なさでこのレベル差作れるのはもうトップクラスに強いと思います。はい、じゃあそのまま戦役戦見ていきますか。はい、戦役の方もちょっとリアルにヒロマサちゃんだったり、まあ、セッシちゃんみたいなキャラクターいますが、まあ、いないものとして、まあ、コキビ、カシウス、カノーちゃんというようなメンバーで、はい、戦役回すことができるか、まあ、さすがにレベル差かなりあるんで厳しいと思いますが、はい、どこまで食らいつけるか。罪悪十字と箱をつけて、はい、殴るたびに火力上がっていくんですが、ちょっとミスが目立ちますね、やっぱり。うん、スキル1で1体も倒すことができずスキル2向かいますが、まあ、スキル2もランダム攻撃なんで、はい、うまく罪悪箱と十字がついてるキャラクターを殴ることができず、いや全然足りませんね、これは。はい、というか相手の攻撃でやられちゃいそうですね、エイトクシャンが。はい、まあ影子はあるんでラストターンまではいけると思いますが、まあこれはちょっとあまりにもミスがひどい。はい、ボス戦進みすぎて戦役の方が追いついてない感じになっちゃいましたね。まあここら辺なんかもバッファーが積まれてくればもう余裕でこのレベル差
回すことできちゃうんでしょうが、まあ、現状エイトクちゃんがボス戦進めまくったその先の戦役が回せないというような感じになっちゃいますね。はい、でちょっとこのサバだとコキビとカシウス全く育てていないので、まあ、ランゼロサバでも同じくコキビカシウス余裕期って形でやってるんですが、まあ、しっかりカシウスとコキビ育てていれば本来カシウスの撃砕毎回ばらまけるんですが、このサバの場合はそれができないので、ちょっと特別に戦役の方はヒロマサちゃん使って敵の攻撃で死なないようにして撃砕ばらまけるようにしましょう。罪悪撃砕なんですがクリティカルが出なければ普通の撃砕と同じなんで、一応カシウスの代わりってことでこれできますか。はい、武器だけは外しておいて、まあ、攻撃にはあまり加担しないような、まあ、あくまでサポートとして入れます。はい、で撃砕がしっかり2ターン目のスキル2まで残るように挑発系キャラクター前に2体入れて撃砕キャラクターの位置をこの位置にしました。これもランゼロサバと同じ並びですね。あ、間違えた、金継ぐじゃなくて、はい、上杉謙信ですね。はい、この並びでどこまでいけるか見ていきましょう。上杉謙信が援護挑発化して、はい、で加工とも同じく援護挑発化して落ちてもらって、でコキビが暴走をつけていき、でヒロマスちゃんが撃砕をばらまいて、はい、まずは狩野英徳ちゃんのスキル1から。さあダメージとしてはもうかなり出てますね。これ前段ヒットしてれば普通に落とせると思いますが、まあ、ミス出ちゃいますよね。さああとはスキルに撃砕もしっかり残った状態でどこまでダメージ出せるか。はい、ヒロマスちゃんがちょっと一応武器とか外してるんですが火力出ちゃってますね。はい、英徳ちゃんのスキルに、うん、あんまり出ませんね火力。はい、残り2体も残して次の自順のスキル1スキル2に持ち越す形となりました。はい、2巡目のスキル1、また罪悪撃砕と呪事をつけていって、はい、6ターン目ここでヒロマスちゃん落ちて、さあここで落とせるかどうか。いやちょっときついですね火力的に。はい、足りない感が否めませんが、これ9ターン目もミスったら終わりですからね。はい、案の定ミスりまくって、はい、10ターン目逃走されて終わりと、ああいう感じで、はい、ランゼロサバなんかで余裕気が回してるレベル差26、エイトクちゃん回すことできませんでしたね。はい、レベル差18どうなるか見ていきますか。はい、スキル1、まあミス出てますが、はい、1体目倒して、はい、2ターン目でほぼほぼ削れて、あ、これは5ターン目6ターン目、あ、2ターン目で終わりましたね。攻撃が当たれば、まあ、火力としては十分と。はい、ちょっとこのサバでは、まあ、あくまで検証用のサバなんで、そこまで戦役やボスをがっつり意識した育成の仕方をしてないので、まあ、命中なんかが、まあ、62.7% ということで、まあ、宝石なんかも本当にレベル9とか弱いやつだったり、まあ、良くてレベル10の命中の宝石だったり、はい、思想に関しても靴下なんかが全然育成不十分なんで、まあ、がっつり戦役ボスチャレンジしてる人はここも本気で育ててると思うので、まあ、命中のところを加味すればもうちょっとレベル20差とかそのぐらいはいけるのかなと。いやちょっとリアルな検証慣れなかったのが申し訳ないですね。まあ、できればエイトクちゃん使って、まあ、同じようなコキビと撃砕キャラクターなんかの並びでレベル差どれぐらいまでいけたかっていう報告なんかがいただければ嬉しいです。はい、ちなみに戦役のダメージパーセントにおいても、まあ、分析動画では 17,798% というような値になっており、まあ、揚油機なんかと比べたら、まあ、そこの値ですね、低い方で見た場合には、まあ、勝ってる形になるんですが、まあ、実際の運用では揚油機はクリティカルも出していきながら、まあ、割とこの間の高い方の2万パーぐらいとか出していくのが平常運転になるの でしかもまあ命中値に関してはレベル ×380 と、まあ、エイトクちゃんに比べて高い推移になってるので、まあ、こういうとこが効いて戦役なんかは揚油機の方が上っていうような形になってますね。まあ、大体命中問題で戦役っていうのは行き詰まるので、はい、それが効いた形になりますね。はい、ちなみにアウグスこの位置にいますが、ちょっとアウグスで戦役やってみますか。はい、アウグスに装備移して鍛錬なんかもしっかり筋力に振って、はい、戦力1000万の攻撃力186万、最大が300万のアウグスを作ってきました。はい、命中率なんかは 57.5% と、はい、やっぱり命中パッシブがしっかりあるカノちゃんの方が上ですね。そういえばアウグスの場合クリティカルが出ちゃったら罪悪撃砕と相乗効果が生まれちゃうんで、はい、ちょっとカシウスに戻しますか。はい、その代わり上杉固くしていって、はい、カシウスに変えて見ていきましょうか。はい、カシウスが撃砕ばらまいていって、アウグスのスキル1、レベル差17でどうなるか。はい、スキル2の方も打ってきますが、まあ、やっぱりミスが目立ちますね。はい、2巡目のスキル1、はい、残り敵2体次6ターン目でいけるか。まあ、これ遠いですね。はい、9ターン目スキル1で、はい、10ターン目逃げられて負けてしまうと、まあ、やっぱり戦役においてもアウグスより狩野英徳ちゃんの方が1枚上手感ありますね。はい、ちょっと今、はい、なんだかんだ今収録1時間45分ぐらいかかっちゃってて、
頭がもうだいぶ回ってませんが、公平な比較できてない可能性あるんで、あったらコメントで教えてください。いや、なんか糖分が欲しい。柔らせに行きましょう。はい、最後ボス戦。はい、さっきのカノーちゃんがいた場所をアウグスに変えて、カノーちゃんは163ステージまで行きましたが、はい、ボスステージ試しに今アウグスが負けてしまったレベル差17のステージですね。はい、この147ステージのボス挑んでみますか。そもそもここに来れるのか。はい、ちょっとスキップしましょう。はい、勝てましたね。まあ、一応この戦役回せてないですが、この147ステージまではボス戦突破持ってこれてはいますね。で、実際にはカシウスにボス戦や戦役の運用を任せると思うので、もう少し上いけるんですかね。ちょっとこれに関してはランゼロサーバーで一緒にプレイしてる方でアウグス使いの方かなりたくさんいると思うので、まあ、アウグス投与のカシウス運用でレベル差何ぐらいまでボスと戦役いけてるかコメント欄で教えていただけるととても助かります。なんで視聴者の方はこの動画コメント欄まで見て判断してもらえればいいかなと。153抜けませんね。ボスの HP18 億ぐらいなんですが、アウグスが出せるダメージ9億だとか、10億、9億、5も9億、7億、8億と、半分ぐらいしかいってませんね。はい、ということで、ボス戦ステージ的には大体10ステージぐらい差開いちゃってますね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや、本当に申し訳ないんですが、だいぶ雑な検証になっちゃいましたが、まあ今、ガチャに並んでるアウグスと、今回のこのカノーちゃん、比較してみると、まあ、ボス戦戦役ともに、カノーちゃんの方が数段上手ということがとりあえず分かり、はい、あとは、カシウス運用にアウグスを切り替えた場合、どうなるかってところ、コメント欄で助けてください。お願いします。はい、ということで、まあ私個人的には今アウグスガチャ並んでますが、まあ対人戦なんかの安定感はやっぱりアウグス未だにトップクラスに強いし、まあ生後援護の反射だったり罪悪流血をばらまけるあたりも、まあ、今後もっと強いキャラクターが出てきてもなかなか腐りづらい挙動になるので、総合的に見て対人戦はアウグスの方が未だにこのカノーちゃんより一枚上手かなとは思いますが、まあもちろんカノーちゃんとアウグスを戦わせたらカノーちゃん勝っちゃいますが、その他のいろんな場面を想定した場合にアウグスの方が一枚上手っていう意味ですね。まあですが戦役やボス戦の方はカノーちゃんの方が進められるかなっていうところで、かなり難しいとこですが、私個人的には、まあ、無課金美課金のプレイヤーで最初の MR 副将アウグスとカノーちゃんどっちがいいかって聞かれたら、まあ、私だったらカノーちゃん選ぶかなと、はい、ちょっと好みも入ってますがそうしてきますね。やっぱり戦役ボス進められてレベル差作れるのが大きいかなと、はい、いうことで一旦今日はそんな結論にしておいて、今だいぶ頭ボッとしてるんで一回寝てまた考え直して、まあ、次回かその次ぐらいの動画で質問に対して回答しながら考えまとめていきたいと思います。実際の戦役ボスの検証映像でした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あと、テケテケ遊びチャンネルではスーパーサンクスという動画に対する投げ銭機能を搭載していますので、いただいた投げ銭に関しては、こういった副賞の検証費だったり、まあ、検証中のコーヒー代だったり、この後編集しながら飲むビール代だったりに使わせていただいておりますので、まあ、テケテケお疲れって意味も込めて応援してくださる方いらっしゃいましたら、投げていただけると嬉しいです。はい、それでは。おっす。